梅雨の足音が確実に近づいてきているね。今年は平年より早く梅雨入りして、平年より早く梅雨明けするみたいだな。降水量は平年より多い傾向にあると予想されているね。まあ例年通り大雨による土砂災害や冠水には十分注意する必要があるな。熱中症対策も忘れずにね。水分、塩分をしっかり補給して、ひとまずは梅雨を乗り越えないと。そうだね。さて今回は、北大東島に空自レーダー設置する計画があることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。航空自衛隊のレーダー施設の配備計画がある大東諸島は沖縄県西東端に位置し、この北大東村村議会宮城村長、議員定数後において、2021年12月9日同島に自衛隊施設の誘致を求める意見書を可決しているんだって。その意見書の中には、北大東村では近年強引な海洋進出を進める中国艦隊の動きを鑑みて、中国が勝手に防衛線と決める第一列島線の沖縄本島を越えて太平洋で盛んに活動しながら、北大東島周辺海域に出没していること、それによって島民が不安と恐怖を感じていると記載されていたみたい。裏を返せば北大東島は不穏な中国海軍艦艇を監視するため、安全保障の地理的観点からも適した位置であることも進言しており、同島へ自衛隊が駐屯することで、台風などの災害救助、救艦の緊急搬送などの体制が強化されることも踏まえて、政府が作成する次期中期防衛力整備計画に北大東島へ自衛隊部隊の配置が組み込まれているようだな。当然、北大東村からの自衛隊誘致要望の意見書を受け取った防衛省は、航空自衛隊の移動式レーダーの配備先として適切かどうかを判断するため現地調査を行う方針を固め、沖縄防衛局担当者が直接北大東村役場を訪れて検討の旨を伝えたんだって。沖縄防衛局では2022年4月から北大東島の自然環境、移動式警戒管制レーダーを配備した際の動植物などへの影響や、必要なインフラ整備の現状などについて1年ほどかけて調査をしているところなんだ。移動式警戒管制レーダーは特殊なシリンドリカルアクティブフェイズドアレイアンテナによって、今までの移動レーダーより性能がアップしており、目標の捕捉力、追尾能力、ECCM 帯電子対策性などが向上し、組織戦闘能力と機動性にも優れた移動式警戒監視システムとなっているよ。つまり等レーダーは航空警戒管制における動くレーダーとして、有事に固定レーダーサイトが攻撃された場合の代替にもなり、固定されたレーダーの電波が届かない範囲をカバーすることも可能としているぜ。実際に移動中はトラックの荷台に倒して収納され、使用時はアンテナを起立させるわけだが、アンテナを回転しなくても全周囲の監視ができ、悪天候の影響も受けにくい構造だから、固定レーダーが設置されていない北大東島に部隊と共に置かれたら中国軍の活動を把握するためにも非常に有効になるな。大東諸島には、面積 11.94 平方キロメートル に人口566人の北大東島、30.57 平方キロメートル に人口1226人の南大東島があるほか、無人島の沖大東島、西南西小島、南西小島の没の島で成り立っているよ。昔は全島が無人島で、明治時代に入って八丈島から開拓団が入植したので有人島になった経緯を持ち、一応行政区分上は北大東村も南大東村も沖縄県島尻郡に属しているんだけど、琉球王国との深い関係はないため、純粋な沖縄県民が大東諸島へ関心を向けることも少ないと言われているんだ。しかし当時の琉球王国は薩摩藩江戸幕府と明中国との間で絶妙なバランスを取りながら、自立する道を試行錯誤している最中であったため、どちらの機嫌を損ねても、侵略されかねないという苦しい立場にあったんだよね。ましてや、北大東島と南大東島の全域は、国の大東諸島鳥獣保護区気象鳥獣生息地に指定されており、この両島は大東オオコウモリや大東のスリなどの固有種、固有亜種の生息地であり、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地にもなっているところだぜ。沖大東島は無人島だけど、かつては良質の林が取れていたことから島全体が採掘され、太平洋戦争後には米兵の射爆撃訓練場にされたせいで、沿岸部以外のほとんどの生物は絶滅してしまったんだ。大東諸島の医療体制は、南大東島と北大東島に県立病院附属診療所と村立歯科診療所があり、そこで治療ができないような怪我などが発生した場合には、那覇空港と両島を結ぶ UQ エアーコミューターに確保されている村長席を使って急患が輸送されることになっているよ。これら3つの島の UQ エアーコミューターの発着便に関して、南大東島空港は原則1日1便、北大東島空港の直行便は確実あり、全社の空港便が北大東島を経由するパターンもあるんだけど、急患発生のタイミングが便と合わない場合は搬送できないようになっているんだって。
一方で船はどうかというと、確かに大量輸送は可能で医師や看護師が同乗していれば移動中に治療できると思われるかもしれないけど、那覇からは週1回しか船は来ないし、飛行機より何倍もの時間がかかり、海が荒れれば欠航となるため全く当てにならないのが現状というわけ。フライトが全くない曜日や時間帯に万が一緊急輸送が必要になった場合は、沖縄県知事から那覇空港に駐屯している陸上自衛隊第15旅団第15飛行隊に対して災害派遣要請を行ってもらい、偵察機かヘリコプターを派遣してもらうという手はずになっているんだ。それでも那覇との往復には2時間以上かかり、悪天候の場合には二次災害の恐れもあるため、即派遣とはいかないのが現状なんだ。要するに島民は休館の発生を常に危惧している状態なんだね。大変だ。そのため北大東島にとって自衛隊施設を誘致して実現化すれば願ったり叶ったりと言え、島の人口も増え経済が潤うという単純な利益のみならず、万が一の際の休館搬送が1時間程度で行えるという大きなメリットがあるんだよね。このようなメリットだらけのように思われる自衛隊施設誘致なんだけど、物事には必ず因と用が存在し、何事をするにも良いことだけではないのが現状で、そこで最もデメリットに焦点を当てて取り上げているのが、沖縄本島メディアの西、沖縄タイムスと琉球新報だよ。自衛隊施設誘致の動きに対して、この西が誘致活動を批判する社説を載せており、北大東島の宮城村長曰く島では前々から自衛隊の誘致について話し合いをしてきた言っていたんだけど、実質は島の住民への説明を怠っていると糾弾したよ。また島内に基地があると攻撃されるという説を大げさにして、北大東島村民の不安を煽り、誘致の動きを潰そうとしていて、本当に沖縄メディアの反対派西が原因で大東島の人たちは不安を感じているのかというのも疑問だね。2022年2月24日開始されたロシアによるウクライナ侵攻を見ると、確かに基地を持っているから攻撃されるというのもあながち誇張ではないと思われるんだけどね。戦争になってしまったら敵の軍事拠点を叩くというのは、攻撃の常套手段だもんね。昨今のロシア軍のように軍事関係施設だけでなく、病院や市民の住居や学校までまんべんなく攻撃するのは言語道断な悪用だけど、日本の自衛隊という外国にとっては軍隊と等しく思われる施設を見逃すことはないと思うよ。沖縄本島の島民の一部は、移住してきた大東諸島の人々を沖縄の一員、いわゆるウチナーとは考えていない傾向があるからこそ、北大東島や南大東島で抱える様々な問題、特に医療体制不備について本来なら沖縄県が動いて対応すべき問題であるのにもかかわらず、長きにわたり放置されままで、改善の動きすらないのが現状ってわけ。このような状況下で長年過ごしてきた大東島村は、当てにならないと思った沖縄県を見限って、直接自衛隊誘致に島の未来を託したことは島民を豊かにする意味でも当然のことであり、そういった方たちを沖縄タイムスと琉球新報が見殺しにするかのような社説を企てていると言われても仕方がないのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、点滴についてだよ。で、点滴だって？いつもオラオラのくせに注射が怖いの？うるせえ人の勝手だろうが。まあまあ、落ち着いて。実は点滴と同じ成分の飲み物が存在するって知ってた？本当に？本当だよ。その飲み物はね、ポカリスエットなんだ。それを飲めば点滴と同じ成分を取れるってことなのか？そうだよ。もともとポカリスエットはね、注射が苦手な人や、点滴が痛くて苦手な人が簡単に体内に栄養を補給する手段にと開発されたものなんだ。でも点滴と全く一緒というわけでもなく、味をつけたり、多少の成分は違うんだけど、ほぼ点滴と一緒なんだ。全く知らなかったぜ。それなら他のアクエリアスや他の飲料も点滴と同じなのか？いい質問をくれたね。それはね、違うんだよ。アクエリアスなどは、スポーツ用に開発されているから、そもそもの用途が違うらしいんだ。そうなんだね。なら体調が悪い時などはポカリを買っていった方がいいということだね。そういうことだよ。でも考えたらポカリがあるなら点滴なんていらないんじゃないか？このまま点滴なんて必要ないと言ってほしいぜ。なくならないから安心して。何も言ってないけど、ちなみになんでなくならないんだ？それはね、体内に直接栄養と水分を補給するから、吸収が早く、速効性があるからなんだ。そもそも、吐き気があって、水分を取ってもすぐに吐き出してしまう場合を考えられるから、直接体内に補給する場合がいい時もあるからなんだ。確かに直接入れれるのはすごいよね。寝たきりの人なんかを支える重要な栄養剤だから、点滴もちゃんと大切なんだね。そういうことだよ。でも、話が戻るけど、
風邪などひいた時はポカリを買っていくことをみんな覚えようね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。